はい、パッとレトロゲームチャンネルです。今日も実技教師を受けたいと思います。いよいよ仮免許取得試験ですね。で、路上に出るための試験ですね。お、内沢先生です。私が教官の内沢栄吉だ。よろしくな。年齢が32歳の血液型 A 型の内沢栄吉先生です。で、左右左折して、第二通行帯だっけな、そこを通るってことか。で、車庫入れ。おはよう。教習を始めるぞ。シートベルトは忘れんなよ。それじゃ走る。左に行く。で、第二通行帯を通る。アクセルから足を離せ。そこを右折しろ。右折なんで、そのまま真っ直ぐ走行しろ。で、誰も来てないんで、そこに縦列駐車しろ。縦列駐車をします。行き過ぎたけど入るかな。あ、ダメだな、やっぱり。まあこうして、で、入り口のライン上に来たら曲げて、そのぐらいできて当然だけどな。で、よし、車を出せ。クラッチを切れ。ここで左右見てもしょうがないんですけど、まあ、まあ来てない、来てないですね。そこを左折しろ。ここを巻き込みをチェックしない。右折しろ。右折。まっすぐ行くので、ここはちょっと気をつけた方がいいところです。あんまり出過ぎちゃうと丸ボタンが出てくるまで、丸ボタン出てすぐチェックした方がいい。右の車線に進路変更しろ。右の車線に進路。サイドミラーを使って速報を確認しろ。来てないですね。次の角を右折しろ。で、教習車も来て、この前ぶつけた。そこを左折しろ。で、左折。今乗り上げた。一速にシフトダウン。本当に一速に行かなきゃいけない。できてないので、さっさと。で、踏
み切り。電車が来てない。次の角を左折しろ。次の角を左折。で、来てない、来てない。その状態を維持しろ。状態の状って、状の感じが違うんですけど、まあまり気にしないように。目視して巻き込みをチェックしろよ。チェックして、あれ、あ、間違えた。クラッチを切れ。余計なことしました。次の角を右折しろ。右に曲がって、次の角を左折しろ。次の角を左折。来てない、見えないけど。で、坂道。ここを右折しろ。上り坂の途中で停車しろ。坂道発進をするぞ。アクセルペダルはゆっくり踏めよ。クラッチを離してアクセルを強く踏め。とりあえずオッケーだな。ちょっと減点食らったと思います。この前はうまくできてたんだけど、なんか急にできなくなったの。どうしたらいいの。入れると、バックして車庫に車を入れろ。どこの、あ、ここか。指定のコースと違うぞ。まあ大丈夫でしょう。このまんま後ろに下がれば。なんか柱があんだよ。まあいいか。クラッチを切れ。あれ、あれ、やってくれ。よし、教習を始めるぞ。シートベルトは忘れんなよ。シートベルトをしろ。ハンドブレーキを下ろせ。よし、車を出せ。やっぱあの柱がリラックスしていつも通りやれ。キーポイントでした。で、10キロくらいで外側を走ると。そのまままっすぐ走行じゃ。で、来てない、来てない、来てない。で、右。そこに縦列駐車しろ。縦列駐車をして、こういつまでもウインカー鳴らしてもしょうがないので、これ微妙だな。ちょっとバス調整して、こうこれぐらいでいいんじゃないですかね。で、難しいな。どうだ。よし、よし、車を出せ。で、車を出します。安全確認をしろ。安全確認。
来てないので行っちゃいます。そこを左折しろ。で巻き込みを確認はしてね。次の角を右折しろ。すぐ止まる。お、いいタイミング。右の車線に進路変更しろ。ウィンコサイドミラーを使って速報を確認しろ。で1、2、3で、ね、で誰も来てない。速報を左折しろ。で左折。クランクなんだ。やべ、落ち着け。クラッチを切ってないぞ。今とて減点。で切ってない、切ってない。クラッチを切れ。ゆっくりアクセル踏んで、次の角を左折しろ。急に今までできてたことが急にできなくなるっていう。センターラインを越えたぞ。まあそんなもんだな。こう難しい。次の角を左折しろ。次の角を左折。目視して巻き込みをチェックしろよ。ここをチェックするんですね。次の角を右折しろ。した休憩です。で出発。次の角を左折しろ。次の角を左折。で誰も来てない。坂道発進をするぞ。とりあえず OK だな。で右左右も来てないので刺す。あれクラッチを切れ。右。そこを右折しろ。でバックで入れると。センターラインを越えたぞ。バックして車庫に車を入れろ。柱が見えるからちょっとやりづらいんだよな。
どうだろう、まあ、これでちょっと行ってみるか。ハンドブレーキを引け、ニュートラルにしろ。よし、教習終了だ。お前の実力だとそのくらいだろうな。認めてくれました。よし、合格だ。あ、キリギリギリ80点か。85点ぐらいあるかなって思ったんですけど、まあクリアしたんでよしとします。お疲れ様でした。と言ったところで、ありがとうございました。